ち稲姫でございます。どうぞよろしゅうお願いいたします。あんなの白紙で寒い中ありがとうございます。さあ、皆様は何故岡崎公園にお越しくださったのでしょうか。ふらっと寄ってみたとかね、お城登ってみたいなとかっていうのにお越しくださったのかしら。実はね、ここ岡崎公園、岡崎城というのは徳川家康公生誕の地でございます。それゆえね、ここ岡崎には歴史がたくさん残っておるんです。で、せっかくこの歴史ある岡崎にお越しいただきましたゆえに、皆様には戦国武将様と会っていただきます。じゃ聞いてみようかしら。戦国武将様と会ったことあるよって方、ありがとうございます。で、会ったことない方多いと思います。さあ、本日はですね、教科書には載っていないかもしれないけれども、すごい武将様、井伊直政殿、榊原康政殿、酒井忠次殿の3名の武将様が出てきてくださいます。ぜひね、この武将様はどういう武将様なんだろうと、しっかり耳を澄まして、そして目で見て、言っていただきたいと思います。では、武将様がね、かっこいい演舞を披露してくださいます。刀だったり、旗を使って、迫力ある演舞を届けてくださいますので、写し、写真や動画を撮りながら、お楽しみください。では、演舞の前に、皆様にお願いが何点かございまするゆえに、しっかりとお聞きください。一つ目、演舞では刀や刀などを使った演舞をいたしまするゆえに、もしかすると、ね、近づけすぎてしまうと怪我をしてしまうかもしれません。それゆえに、この箱い、コーンの中には絶対に入らないでください。二つ目、演舞中勢い余って皆様のところに砂利が飛んでしまうかもしれませんゆえ、ご注意くださいませ。三つ目、流行り病、新型コロナウイルスとかね、あと今ちょっとインフルエンザとか流行っておりまするがゆえに、こうやってマスクの着用をしっかりお願いいたします。やつ目、ひと程よい間隔を空けてご覧くださいませ。最後、5つ目、本日ね、電動車椅子の試乗体験を行っておりまするがゆえに、このね、スロープの上、皆様の後ろにあるんです。そちらにはね、ちょっとお立ちにならないように、少しね、前とかあと左右からも見えるようになっておりますので、ね、ぜひぜひ分散してご覧いただきますようお願いいたします。さあ、これより皆様には戦国武将様に会っていただきます。武将様はあちら右側から入場されます。見えてまいりましたら、大きな拍手をお願いいたします。良いですか、寒いかもしれませんけど、大きな拍手をしていただきました。武将様、いつもよりかっこいいところを見せてくださると思います。それでは最後までお楽しみくださいませ。どうぞ。長くて関ヶ原、幾度の戦も戦法で
何とたりとも通しはせぬ。無数の傷を負おうとも、我が身口当てようとも、殿が天下をつかむとき、この傷が誇りとなら、我こそ徳川四天王いい直政、拍手じゃ。家康公の苦難の一つ、三河一向一揆では、初陣ながら先陣務め、味方の士気を盛り上げた。皆者、恐れをなすな。仏罰はそれがしが引き受けた。徳川家臣中、人品もどなたと言われた我の名は榊原康政、ここに推参。幼き頃よりお仕えし、東三河の旗頭、わしの太鼓の音は味方を倒し、武田の軍をも退けた。わしこそ徳川四天王が筆頭、酒井忠次軍、ここに着陣。いやさ、くれと家康公。青い武将隊、シールがもらえたりとかするんだけど、切符だけで、そうそうそう、それは便利
じゃ。愛知環状鉄道を乗ってその線路沿いの岡崎を自由に巡れるとっても楽しい催し。なるほど、はい、もうなんと一環としてこの戦国無双5というねテレビゲームがあるんじゃ、はいはい、そのテレビゲームの徳川家康公がこちらのね、はい、千と千尋の神隠しに出てくるハクみたいな人、似てますからね、かなり似てますよ、ね、はい、この人が家康公なんだけども、なんと愛知環状鉄道のラッピング電車になりました。すごい、大きくプリントされた電車が走る。はよーちゃん、はよーちゃん、その特別なラッピング電車でござるけども、その出発式が1月の22日土曜日、はい、11時55分より北の益塚駅、なるほど、1番ホームにて行われる。はあ、はあ、なんと関係あるんですか、私は。関係あるから言っとる。関係がなかったら今、まあ、そうなんですか、うん、わしらにとって得があるから今話す。得がないと話さない。得がないと話さない。どんな得があるんですか。なんとその出発式にわしらが出陣いたぞ。やっとな、この電車にわしらもこう関われると。だよ、そしてなんとなんとなんとその出発式ホームで行われるんだけど、我らの今見てもらったような演舞をホームで見れるって、すごいちょっと変わった演舞が初めてやります。あ、ね、もう本当にこんなで出発の合図を何やら我らがやれるんじゃないかといういいんですか、そこまで噂が出ている。あ、これはすごい、我らの演舞を駅のホームで見るなどなかなかない機会でござるから。わしらもやったことないですか。わしらもやったことない。線路に物落としちゃダメなんだと。なるほど、そう、はい、だからその辺は気をつけて皆も見るのは向かいのホームから見たりできるらしいからな、ぜひ1月22日、はい、11時55分北の益塚駅1番ホームにて皆をお待ちしておる。どうぞよろしくお願いいたします。待ち合わせみたいですね。1番ホームで1番ホームで11時55分に待って